はい、マスルです。今回ご紹介するのはこちら、ポップアップパレードの南ゆめちゃんになります。こちらは再販となるんですが、手元に届きましたのでめちゃめちゃ嬉しいですね。ポップアップパレードは安価なスケールフィギュアになりますので、かなり手に取りやすくて、ディティールも価格以上の良さがあると感じているところになります。では開けていきましょう。オープン。しっかり梱包されてていい感じですね。パッカンしていきましょう。さあ、おっと。はい、こちらフィギュアと知恵の輪かな、台座。ポッパレは台座がないと立たせることができないんです。なぜならば台座にはジョイント口がありまして、フィギュアの方に凸部分があるんですね。聞いた時にサイズ感的に無理が出てくるとか、そんな感じの話だったた気がしますね。この足裏のジョイント口は厳しいですね、サイズ感的には。こちらが南ゆめちゃんになります。こんな安価なのにすごい作りはしっかりしているのがポッパレのいいところなんですよね。ちょうど再販が決まったのが、映画グリッドマンユニバースが公開されたあたりに、グッスマさんのチャンネルで雨宮監督などをお呼びしての商品発表があった際に、確かそこで再販が決まったんだったかなと思うんですよね。もちろんこの後にもいろいろ届くんですが、まずはじめに再販の南ゆめちゃんが届いたというところですね。めっちゃしなやかなんだよね。超いい。グリッドマンユニバースも好きですが、ダイナゼノン超面白かったよね。南ゆめちゃんのプロフィールを見てみると、身長は160センチになります。体重も記載がありまして54キロなんですね。誕生日は8月1日の B 型ということで、趣味はカラオケで藤吉大高校に通っておりますというところですね。フィギュアの前後に関しましては17センチから18センチの間くらいとのことですね。自立はもちろんできないので、立たせることはまず無理なんですね。気だるささもちょっと感じて、すごくいいんではなかろうでしょうか。綺麗に作られてる。制服も綺麗なデザインになってますね。頭部分割線ありますが、許容範囲かなと思われますね。髪型もすごく可愛い。すごくいい作りになってますので、シリーズ一式並べたらすごくいい感じになりそうですよね。制服もすごく綺麗に作られてますね。指のデザインも女性らしい柔らかい作りになってますね。脚部のデザインも丸みがあってすごくいいじゃないですか。太ももとふくらはぎの作りもすごく綺麗ですね。つ底しっかり造形されてますね。左足も凸部分がありますが、造形しっかりデザインされているのはすごくいいですね。安価とは思えないほど綺麗に作られていると。毎回思うんですけど、ちょっとね、大きいのと派手なんですよね。流用することによってコスパを下げれるのはわかるんですけど、ちょっと工夫してほしいなというのが正直な気持ちではありますけども。こちらを、はい、こんな感じではめれば立たせることができます。見ての通り、大きいのでフィギュアを複数シリーズで並べるとちょっとね、やっぱりスペースも取っちゃうんですよね。このくらいの台座で十分なんですよ。その辺がもう少し調整できたら嬉しいなという一ファンとしての感想でしょうか。こちらのアイテム、すごい小さいんですが、ディティールはしっかりしているので、左の指にかけ出ますね。こんな感じ、すごい可愛い。知恵の輪を持った指もすごく可愛くね、
デザインされてますから、これは満足度高いんじゃないでしょうか。 X でもグリッドマンユニバース公式アカウントというものがありまして、10月25日にはブルーレイ DVD でグリッドマンユニバースが発売しますよという情報が上がっていたりですね、チセのバースデーグッズがウェブショップ限定で登場するということで、無職でも買えるみたいですよ先輩とか、最高に、なんだろう、えぐられてるけどめっちゃ嬉しいみたいな。大阪会場では9月15日から10月1日までショップも開かれるなどなど、様々な情報が出てますよね。その他にもこちら第8回のゲストは関智一さんが参加されるということで、1990年代くらいですと声優さんってテレビとかほとんど出てなくて、ラジオとか声優グランプリとかそういったところで活躍してたのが印象深いんですけど、今 YouTube だったりテレビ放送などでも見れる時代になったっていうのはちょっと感激ですよね。ということで脱線しましたが、今回はポップアップパレードの南ゆめちゃんをレビューしてまいりました。後日別キャラも届いたりしますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。